っかりと細くなってるのかなと思います。アイドルのおのちゃんを目指すために今回行う部位としては背中とお腹周りとふくらはぎになってくるかと思うんですけど、しっかり取れそうなので取っていきますね。はい、普通立っててもあんまりつかめないんですけど、立ってても掴めるってことは結構そこがあるのかな。はい、ウエストどこしで 500cc、 背中で 600cc ですね。脂肪が検出できました。なので今こちらですね、合計 1700cc の脂肪が検出できております。本日はクリニックのスタッフさんに協力していただきまして、術後3日目の経過をご紹介したいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。今回のスタッフさんはアイブのゴニャンちゃんを目指して、過去に二の腕と太ももの脂肪吸引をしたんですけども、今回気になっているのが、まあ、背中とウエストとふくらはぎってことで、今までやってない部分を吸引して合計大体 5700cc ぐらいの脂肪が吸引できている状態にはなっております。ちょっと早速経過見ていきたいんですけど、じゃあちょっと後ろ向いていただいて、でまず背中とウエストなんですけど、背中ってあんまり内出血出ないんですね。まあ皮膚がそもそも厚いのであんま内出血出ない感じかなと思います。でウエストもですね、あんまり内出血出てないかなと思うんですね。で3日目なんですけども、こうやってしっかりと細くなってるのかなと思います。でもふくらはぎはちょっとですね、下の方すごいやっぱ全身の重力もあるので、まあ、ちょっとこういう風にふくらはぎの足首のところですね、ちょっと赤くなってますけども、あとは問題なく、ここ自体はそんなに内出血ないのかなって思います。はい、脂肪吸引って必ず麻酔を行うんですね。なので麻酔液っていうのは結構出るんですよね。で麻酔液をそのままにしておくと、まあ、内出血につながったり、肺によって痛みにつながったりするんですけど、その麻酔液をあえて出す方法、麻酔むくみ抑制ドレナージ法っていうので今回やってますので、結構やっぱりダウンタイム少なくできると思うんですよ。実際にあの動画で見ていただくと分かると思うんですけど、こんなに内出血少ないのかなっていうぐらい内出血が少なくできますので、どうやって手術するか、どうやってアフターケアするかっていうのも一つ大事になってくるのかなと思います。実際にお家に帰っていただいて、結構びっくりするぐらい息出てきたりしましたか？はい、もともと二の腕と足はやってたんですけど、その時あの麻むくみドレナージはやらなかったんですけれども、すっごい内出血ずっと出てたんですけど、今見てみたらこんなになくて、1日でたっぷり溜まるぐらい出てました。で次の日の朝変えました、新しいもの。なのでその麻酔液ちょっと血が滲んでるので大量出血しちゃったんじゃないのかなと結構心配に思っちゃう方多いかなと思うんですけども、それは近くて必要な液なんですね。そのダウンタイムを短くするために必要な、いらないものって思っていただければ、ちょっと心も軽くなるのかなと思いますので、ダウンタイムを軽くしたい方っていうのはこのアザミ組み抑制ドレナージ法っていうのをしていただくと、より結果的には良いのかなと思いますので、これもちょっと参考にしてみてください。あとは、まあ、ダウンタイムのことで、こういうふうに広い範囲を一度に行うと、まあ、痛みのこととか、実際に寝れるのかとか心配な方多いと思うので、そういうのも聞いていきたいと思います。実際、痛みとか、お家に帰った後とか寝るときとか、どんな感じですか？痛みは動くとあるんですけど、そんな痛すぎて動けないとかではないので、仕事も次の日からできましたし、あとは寝る時なんですけど、寝る姿勢になって背中をドンってつく時に背中がちょっと痛かっただけで、そのまま寝てたら痛くないので、そのまま仰向けで寝てました。はい、特になんかこの手術してみて困ってることとかってありますか？やっぱりそのふくらはぎをしたので歩きにくくて、ちょっとゆっくりの歩きにはなるんですけど、それぐらいで特に困ってることは今はない。毎日歩いて来れてるし、帰れてるしって感じですかね。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、どこの部位をやるかによって多少動きには制限がかかってきてしまうかもしれないんですけども、まあ、人によって痛みは感じ方が違うと思いますし、まあ、頑張れば仕事とかも問題なくできるのかなと思いますので、経過っていうのを参考にしてみてください。まあ、全員が全員その手術してからすぐに復帰しなくてはいいと思うんですけども、復帰することも可能かなと思いますので、まあ、ダウンタイムを抑える方法をやりつつ、まあ、適切なアフターケアを行えば、こうやってそんなに休まなくても手術できるようにはなっているのかなと思いますので、参考にしてみてください。今回はクリニックのスタッフさんにご協力いただきまして、手術後3日目の経過をお伝えしました。また今後1週間目とかどのように内出血が効いていくのかっていうのをまた報告できればと思いますので、そちらの動画を参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押してもらうお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。